着替えるのもめんどくさいからもういっかと思ってこれにしちゃったよね。今日めっちゃポカポカしてるんだけど、こんにちはって、こんにちは。めっちゃ暑くない？今日何度あるの？トレーナー本当に暑いんだけど。でも私さ、今日本当にもうずっとベッドの上にいたからさ、なんか暑いも何も分かんなくて、車の温度計が30度超えてました。やば、そんな暑いんだ。でも洗濯機はしたよ、ちゃんと朝だよよん。なんかさ、寝すぎて私もう何にもしてなかったら今日頭痛くても寝すぎたの。寝すぎたら頭痛くなることない？久々にこんな寝ちゃった。こんにちは、だってこんにちは。マジで、ね、頭痛い。だからお散歩したの、外をスーパーに行くためにね。したらだいぶ行くの。何時に寝たの？寝たのは私遅かった、1時くらい寝たから遅かったんだけど、アンナチュラルをやっと見終わって、そうそう終わったんだけどね。寝るのも早かったんだけど、あ、別にそこまで遅くないんだけど、一回起きて目パッチリ起き、9時くらいの目パッチリ起きたから、じゃあとか思って、あれして、なんだっけ、あれよ、なんて言うんだっけ、洗濯機して朝午前中干した。それは偉い、めっちゃ偉い。でそれで偉いと思って寝ちゃったんですよ、もう一回。そうなんですよ、二度寝しちゃったんです。そう、でも洗濯ね、偉いから午前中にしたのが本当に偉い。ヤッホーだってヤッホー。明日も公演だからね。ね、これ何キロあるんだろう、めっちゃ重たいんだけど。めっちゃ気になる、ちょっと今測ってきていい？正解は1.5キロもありました。重すぎー。
重たすぎる。ちょっとなんかないかな、減らせるもん。重すぎない？ちょっとまずこれいらない、やばいよ。でも全部使うのも怖いよね。全部本当に使ってるの。化粧水の瓶入ってますか？入ってない。だからシンプルにメイクだけでこんなあるんですよ。どうなんだろう、他のメンバーめっちゃ気になる。こんなみんな重たいのかな。なんか特にコンサートとかなるとめっちゃもっと重たくなる。あの東京とかさ、おしゃべり会とかなんて、おしゃべり会はそんな重たくならないけど、コンサートとかなるとさ、まあこれ持っていかないとあれかなとか思ってめっちゃ多くなっちゃう。痩せるものありませんでした。てかもうちょっとなんか軽いの欲しい。こんにちは、こんにちは。そう、キャリーケースに入れるかな。でも東京行くときは、私めっちゃ多くなっちゃうんだよね。これいるかなみたいな、めっちゃ多くなっちゃう。そうなのよ、お洋服も多くなっちゃうよね東京のとき、東京の旅のとき。昨日のインスタの写真がめっちゃ可愛いだった。あ、ありがとう。そう、昨日はインスタを更新しました。あのシェイクショップっていうハンバーガーさ、意外とみんな知らなかったね。カマさん、ナツさん、ポッケー、コージー、カマありがとう。ナオリさん、コガちゃん、ガオ、ヤスさん、チカちゃん、ニシプー、アイタカさん、トシさん、ハリーさん、ジャンさん、カズピ、オカモ、ブルーイング、キキちゃん、シラミフライ、ノリさん、ウィンパディ、タラの高野さん、ありがとうございます。みんなアイテムありがとう。ニコラスもありがとう。タカさんもスマイルパンもありがとう。今日これから帰るけど7キロ制限だって。うわ、私7キロ制限絶対無理。帰れない。絶対帰れないかも。7キロいつも10キロくらいになっちゃう。大変だね。
こんばんは、だってこんばんは。お土産？なるほど。でもこの前お友達が来てて、でその時にもう博多通りもんめんべは大好きだから買って帰るって言ってたんだけど、あのカールおじさん、カール、あ、まあ、カールだ、カールカールおじさんじゃない、カールっていうさお菓子あるじゃん、スナック菓子、薄味とチーズ味があるやつ。カールってお菓子みんな知ってる？恵比寿の店に行ったことあります。そう、店舗いっぱいある。したらそう、関東はにカールが売ってないんだって。びっくりしたの。でいつから最初からだっけ。だからカールをいっぱい買って帰ってました。そう、カールってお菓子があるんだけど売ってないんだって東京に。そうだったっけとか思ったけど、でも私も食べたことあったけど、福岡に来たから食べてなかったけど、お菓子自体は知ってたから、だからいっぱい買って帰ってた、2袋ずつくらい。でも私がね、九州醤油のお菓子が本当に美味しいよって、もじゃがりことか片揚げポテトとかめっちゃ美味しいから絶対買って帰ってって言って買って帰らせたんよ。したらもうみんな東京帰ってから美味しい美味しいってた。九州醤油って美味しいよね、ほんと。シェイクシャックが香港で食べたことあるから美味しかった、だって美味しいよね。海外にもあるんだ。だから多分お土産とか買うときは九州醤油のものを持ってったりとかおすすめしてあげたら、しかもコンビニとかで買えるじゃん、喜ばれるかも、めっちゃ。喜ばれそう。私の友達めっちゃそれで喜んでた。うまーいって言って。そうそうなんだ。I love you。ミシプありがとう。ひーちゃんもドマさんもガオアイリーパパヤスさんもクマありがとう。ひみちも優勝ありがとう。原始人さん、あきひこさん、ニコラスありがとうございます。ひーちゃんもありがとう。甘いお醤油だと甘い醤油なんか美味しい。私も九州醤油めっちゃ好き。もうお菓子の九州醤油もめっちゃ食べる。ブラックペッパーとかも好きなんだけど、じゃがりこの九州醤油とかめっちゃ美味しいもんね。しかもこっちにしか売ってないのもいくない？1447おめでとうだって、ありがとう。トボケくんの周りで人気でしたって。トボケくん、あ、ちょっと消えた。
対パッケージ見たらわかるはず。どう忘れしてそういうの。あーこれね、そうなんだ。ね、例えば昨日ショールームの毎日チケットが1枚追加されたよ。やったー、初見です、ありがとう。8枚になった、やったー、嬉しい。よかったね、なんてよかったなんかあのチケット使った日が見れるんだけど、月に1回くらいは使っちゃってるね、やっぱ。そりゃそうだよね、月に1回くらい使ってる。だって3月も1日使ってたし、2月もなんか1回使ってた。そう、最大10枚、そう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 、だからあと2枚は貯められるけどって感じだね。優勝みんないっぱいアイテムありがとう。ニコラス、ハリー、マイディーパパ、ララちゃんありがとうございます。トモヒくんもありがとう。プラス1枚、そうプラス1枚になりました。6時半くらいまでしようかな。こんばんは、こんばんは。みんなの有給と一緒なんだ。そうなの。去年有給13日使えずに溶かしました、だって。そうなの、13日も有給の追加が待ち遠しいです、だってそっか、ティーバナ行きました。美味しかったでしょ。
今日めっちゃスタバさ飲みにさお散歩しに行くか超迷ったんだけどさ、スタバ飲みたいなと思って久々に飲みたいなと思ったんだけど、もうなんかもうやめちゃった。なんか冷たいもの飲みたいなと思って、やめちゃった。そうなの、次のプラペチーノいちごなの、もう超楽しみ。多分私1回くらいしか多分飲まないと思うけど、でも超楽しみ。めっちゃやばい、いちごの時期が来ちゃった。さっぱりめなのかな、どうなんだ。そのいちごの中でもさ甘めなのかささっぱりめなのかめっちゃ気になるんだけど、いちごミルク系かもういちごって感じが強いのかめっちゃ気になる。どっちなんだろうね。スタバのギフト券で、惜しい。スタバのギフト券、推しドリンクいっぱい飲みました。今私の推しドリンク売り切れって本当？なんか誰か言ってた気がする。もう入荷したんかな。こんばんは、だってこんばんは。今日久々にお風呂つうかろ。ストロベリーの甘酸っぱさや果肉&ミルクのハーモニーが楽しめるそうです。なるほど、どっちだろうね。両方入れてくれてるのかな、微妙。楽しみ。ようやくリノリノリの編集を見てティーバーナだっけの何なのか分かりましたって。あ、本当？じゃあ私も昨日の返信見てみよう。未来へ続く。え、今日日曜日？あ、けど土曜日か。明日は聞かないと。君のことを知るんで、手を差し伸ばしたい。幸せをつかめない。そういう人生。みんなキーホルダー届き始めてるね。ね、みんな届きましたって言ってる。手を差し伸ばしたい。幸せをつかむ。昨日、明日友達に誘われてホコちゃんに行きますって。目撃者外れて泣きそうです。そうなの？
さくらさん楽しいよね。さきちゃん、ガオ、ニコラス優勝ありがとう。ヤスさんもありがとう。楽しいよね、もありがとう。あと5日コンサート、そうか、コンサートもあと5日なんだって、やばーやばー。あさって絶対確認しよう。したら長かったコンサートもう終わりですね。3月から続いたから3ヶ月間あっという間すぎたんだけど、めっちゃ。やばー、もう5月だもんね。早すぎない？それは私も1ヶ月後にもう誕生日迎えるわけだわ。早すぎる。私なんか今日めっちゃ早いな、早くて怖いなって思ったことあったんだよね。何だったっけ、早って思って、もう今年こんな終わるやんって思ったの。何だったっけ、次あれのりのちゃんの生誕祭になりそうだって。I love you。 あ、取り立て王子ありがとう、ありがとう。ね、早いよね、やっぱ3月のコンサートとかすごい早い、わかる。もうなんかもうずっと波に乗ってる感じ、ビューンって。早すぎじゃない？もうだってゴールデンウィークとか終わったらもうお母さんと来ても終わっちゃいます。まあ一日大事にしましょうね。いやいやいや、すぐにクリスマスだって、やだ、まだハロウィンがあるよ。そうなの、5月はゴールデンウィークが終わったらもうすぐ、もう 5月はゴールデンウィーク終わったらもう終わったもん。めっちゃ早い、そう早い、もう終わったもの。早いね。かわいいっしょこれ、いい色だなって。トレーナー行きました。でも暑い今日めっちゃいい天気なんだけど。明日も区役所行きました。わあ、ありがとう、楽しみ。見つけないと。赤たぎゅうやむかさくしんしんじゃ
明日夜公演か。最近夜公演多いな。夜公演さ、バタバタするんだよね。休日の夜公演終わった後にお夕飯を食べて洗濯してくれると助かります。確かに今日ここってんでしょ。だってじゃじゃじゃん、今日ここってんって言ってたね。お、I love you, I love you, I love you. あ、てっちゃんありがとう。ありがとう、いっぱい。私もよ、ありがとう。ぬちゃん、今晩何食べるのだった。何食べようかな。私はもう分かんない。ぷぷぷん、私辛いもん食べたい。豚キムチとか作ろうかな。すごい花火みたい今。友情の周りにピカピカって。あ、来週花火するらしいね、もち浜で。あのめっちゃ見たいと思って、その日劇場だったの。お芋さんの卒業公演で、その日あの花火するらしい、もうちで。しかもその花火 が5年ぶりなんだって。だからコロナがなくなっちゃったのかな。超見たいと思ったんだけど。だこの前ネイルのね人と話してたら、見に行くんですかって言われて、ってなったら、そうそう花火らしい。7時半くらいだっけ、そんくらいから上がるんだって。ポンポコポンポコ、ちょうど公演中なんじゃないと思ったけど。で9時くらいに終わるのかな、忘れちゃったけど。もうちょっと早かったっけ。しかも2日間もするんだって花火大会。ここで見ながら寝てましたって。おはよう。おはよう。たけさん、ゾマさんもありがとう。ゆかりんちゃんありがとう。フラッペありがとう。のりさんもありがとう。ザキザキザキもありがとう。なんか結構さ、あ、そう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 、有名な方がねプロデューサーらしくね、書いてた。で安い席で8000円だって。高い席はすごい高い、あ、すごい好評、効果だ、効果らしいね。最近は花火でもお金取る時代になったんだなって思いません？なんか花火ってお金かからなくなかった。昔見るの測れたのかな。私は地元の時はなんか測れなかったから行った気がするけど。交通規制の看板があって、なんだろうと思ってたんです。花火かな、わかんない。
ぱい来た。ぎゅうちゃんありがとう、久しぶり。コージーもタコパありがとう、タコパタコパ。じゃあ花火大会の場所によっては昔からあったんだろうね。うえ、一番高い席は7万円超えてました。だってえ、そのペノーモツのやつ、そうだよね、そうだよね、とか高いね、7万円。でもさ、なんかぶっちゃけ花火って上に、まあ人はまあここに、ここのショーだったら分かる、そのなんかショーだったらさ、海辺のショーだったら前の人が頭いって見えないけどさ、花火ってさこうやって見るじゃん、上の方だからさ、なんかね、まあ一番前だったらいいかもしれないけど、なんか前から10列目くらいだったら、なんか15列目くらいだと変わんない気がする。変わんのかな。でも大きいじゃん花火って。だからなんかそんな近くにいてしたからどうなんだろうね、わかんないけど。やっぱ迫力は、でも前は迫力ありそうだけど、なんか遠くから見る花火も普通に綺麗じゃない。こんばんはだって、こんばんは。あ、本当だ、6時半になっちゃった。もうちょっとして終わりにしようか。じゃあこの花火の話が終わったら終わりにするいつまで続くかな。地元の花火大会の今年は有料席を販売するとか書いてあった気がします。あ、確かに釣り竿から見たらいいんじゃないですかってその時間に釣り竿に行って、でもあれこんなんしながら見たら絶対怖いよね。高いから見えはしそう、めっちゃ。花火見るの好きなんですか。え、夏っぽいものは好き。でもなんか特に近いじゃん劇場、私その日劇場いるからさ、なんか行ってみたいなと思ったけど。そう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 、なんかその日土日両方やるんだって。土日両方やってて、で、あ、マロンが倒れてる。そう、土日両方やってて、で、土曜日が私卒業公演なんですよ、お芋さんの卒業公演で、で日曜日が6期生の配信、あのなきちゃんか新人ちゃんの配信なのね。だからば劇場いると思って、前大堀公演の花火大会なくなっちゃったんです。だってそう、私それ見たかった、めっちゃ。劇場から見えそうじゃない、花火大会。でボンボコボンボコすごそう。でも夏っぽいのは好きだよ花火。でも遠征するかって言ったらしない、近いから見たいなと思って。
ーメン、前マークスにあったやつかな。リンゴ飴とか食べてない。まあそのマークイズのあったリンゴ飴の店なくなっちゃったよ。もうなんかこの前マークイズ行ったらロールアイス屋さんになってました。びっくり。ひのちゃんが福岡した時はもうなかった。そう、小栗公園の花火大会なかった。あ、でもあれ見てみたいなと思う。ハウステンボスの夏の花火大会めっちゃなんか CM で見て綺麗だなと思ってた。そう、なんか夏になると花火大会、もうほんと夏、もう7月8月のハウステンボスが花火大会してて夜は上がるんだって。それめっちゃ綺麗だなと思ったことはあるから行ってみたいなと思う。で考えてくる、私ハウステンボスで年末見たな花火見たな、カウントダウン花火あれと一緒かな。でもなんか夏に見る花火っていいよね。暑いけど人多いけど。日本の花火大会、その雰囲気や青春の感じは海外の方にとても魅力的です。うん、なの？え、日本にしかないの花火大会って。開門海峡花火大会もいいよ。北九州のところか、山口県と北九州の間のところ。そこら辺のさ、下関だっけ、なんか門司港とかのあたりの雰囲気めっちゃ好きで、お母さんと行ったんだけどまた行きたいなと思う。花火見たいね。夏いいですね。暑いのは嫌だけど、でもかき氷とか食べたいし。でもちょっとコロナも落ち着いてきたから福岡もその花火大会増えるんじゃない。今年はこの前1個あったよね、花火大会福岡で。ポンポコポンポコ行ってた気がする。なんかツイッターとかにも返した気がする。案内しますよ。だってこの時期にやって4月だった気がする。まだこの時期であって、まだ今週じゃないから先週くらいだった気がする。この時期に花火大会あるんだと思ってびっくりした気がする。そうだよね、ほらあったって書いた東くん東くんね、歌詞。あ、そうなんだ。この前あれやった場所か、おしゃべり会。夏が来ますね、本当に花火。見れたらいいな、花火大会。その大濠公園の花火大会って大濠公園の真ん中から花火が出るやつだったの？めっちゃすごくない？それ私超見たかった。のりさんありがとう。 I love you。 キュンキュンキュン。お仕事頑張ってて偉いよ、ありがとう。
花火大会ない。大堀公園で桜もすごいし花火もあったんだね。すごいね。大堀公園の桜本当に綺麗。毎年さなんだかんだ見に行くけど毎年感動しちゃう。綺麗と思って。一番思い出に残ってる花火はディズニーの閉園間近で見た花火でした。ってうわいいよね。めっちゃわかる。いいよね。もうディズニー行きたいんだけど。もうディズニーに行きたい。バズライトイヤーがなくなるんだって。ランドにある。だからそれがシュガーラッシュになっちゃうんだって。もうそれまでに絶対ランドに行ってバズを乗っておきたい。びっくりした。大堀の餃子フェッシュ行き、ベフェッシュだったです。行きましたか。行ってない。もう40分だ。もう1時間くらい配信した。もしかして。お風呂入ろうかな。リトルグリーメンが一番好き。リトルグリーメンとかさ、いっぱいさバズの要素がさトゥモローランドいっぱいあったのにさ、バズがなくなったら全部なくなっちゃうね。私も好き。かわいいよね。部屋の照明つけてないですから。って私ねもう家の中はほとんどつけない。こことここはまああれだけど、これとこれだけ。めっちゃ暗い家いつも。ドラマとか見るときもテレビいてもちょっとの電気しかない。目悪くなりませんか。だってもう悪いです。なんかでもその私コンタクト使ってて、5月になったからコンタクトをこう1ヶ月のコンタクト使ってるから変えなきゃと思って、で今日変えようとしたの。したらさなんか入れた瞬間目が見えなくて、あれと思ったら違う度数買ってて、もうバカ野郎と思っても、もう本当にもう笑えなくて。それがコンタクト買わないと思った。そう今買います。もう本当に最悪。もうも高いの買っちゃったよ。そりゃ見えないよねと思って。あでもさそれが見えてたらさ、私さあこんな目悪くなったんだって。しばらくね最近ずっともうキープしてるの目の悪さを。そうだからちょっと最悪と思って。やった、ゴールデンウィーククーポンが来てる。これ買います。返品はできないの。だってもうめっちゃ前に買っちゃったんよ。それなんか眩しい。よいしょ。
もう本当にもう生まれ変わるならもう絶対目はいいままにする。高いコンタクト。もうって思う。だってさ目いかったらさもうさ買わなくていいんだよコンタクトとか。え、私いつ買ったんだろう。なんでこの度数が来たんだろう。9点で買ったんかな。これだ私は。ここで3点なんとか買っちゃったの。もったいない。ああいうねブルーベリーとかね。あとこうやってあの外の緑とか見るといいって。部屋が暗くなってきました。本当に私のショールームで分かるね部屋の暗さ。もう日が暮れてってます。でも全然明るくなってよね。まだだって明るい。もう6時半でもう7時なのに。15分したらネットで買うのかな。だってネットかドンキかパルコで買いますコンタクト。お腹空いてきちゃった。何食べようかな。あ、でも私昨日夜な夜なカルボナーラ作ったんだよお腹空いて。なんか難しくて上手にできなかったから写真載せなかったけど、なんかダマダマになっちゃって牛乳で作ったんだよ。生クリーム高いじゃん。だから牛乳で作ったんだけど多分火通しすぎてダマダマになっちゃった。だから写真も撮ってない。うん、難しかった。だからなんか再チャレンジしないとって思う。牛乳入れるまではよくできたんだけど、まあいいやで自分で食べるだけだしとか思って。眠太郎チラミフライ、うわっカエルぴょこぴょこむぴょこぴょこ、ずるい名前だ。ありがとう。ただの魚さん、やっさん、のーりさん、白身フライありがとう、エミジーもありがとう。なのでそろそろお腹が空いてきたから眠ろ、眠ろじゃないよ、終わりにしようと思います。やばい今日寝すぎて絶対寝れないと思う。私今から筋トレとかして動きまくったら寝れるかな。なので明日はお昼に配信はするか分かんないけど夜は絶対配信したいと思います。公演終わったら配信したいと思います。私が暇だったら午前中配信します。12時くらい、公演行く前1時間くらい配信して、ゴールデンウィークなのでね。寝ません。もう今日はね私昼寝を合わせたら 2,3,4,5 5時間くらいしてました。もうやばすぎよ本当に。久々にこんな寝た。昼寝した。めっちゃだってスマホ見れたら寝てるんだもん。で起きたらえみたいな感じ。でもなんか配信したら頭痛くなくなってきた。やっとマックスさん、ただの魚さん、コージー、ヨシーカナさん、ありがとうございます。
明日はね、藤野ちゃんが初めましてですし、もがみちゃんも久々ですし、新鮮なチームメイトですね。よろしくお願いします。はい、ではランキング見ます。13位がゆかりんちゃん、12位がなっさん、11位がたのさかなさん、10位がニコラス、9位がとりたて王子 X、 2位、8位がみじ、7位がどまさん、6位がにじぷ、5位がやっさん、4位がこうじ、3位がきゅうちゃん、久しぶり、2位がのうりさん、1位がはつぼのてっちゃんでした。てっちゃんおはようありがとう、明日もよろしくね、キュン、ありがとうございました。みんなもありがとう。ちょうど1時間くらい配信できたのかな。長く配信できて嬉しかったです。6日までは長く配信できると思います。それ以降がちょっとバタバタしちゃうので、長く配信できる日はちょっと少なくなっちゃうかもしれないんですけど、うん、ね、なのですけど6日前はいっぱい配信できそうです。なのでよろしくお願いします。ではバイバーイ、ありがとうございました。バイ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 、ありがとう。